春消し時の彼方より紡ぎし、魂の祭り果て。ありしもの、蒼天空に掲ぐ。那須和氏の天照、那須和氏魂の灯火。那須は絶えなき千年期。天空に財をなす、アルゴル太陽系。その星々にはかつて、華やかな文明が栄え、人々は繁栄と享楽に、その身を委ねていた。しかし、惑星管理システム、マザーブレインの、破壊による混乱と、第一惑星パルマの、爆発、消滅による影響は、その総人口の 90% 以上を奪い、以前の科学文明は失われ、人々の生活は困窮に瀕した。そして千年。巡る年月は、新たな生きる力を民に与え、再びアルゴルに繁栄の芽を。根付かせようとしたが、過酷な環境は容易にそれを許さなかった。あ、あんたらがギルドから来たハンターさんかい。この牧場で育てたサンドラームが大きくなって、手に負えねえんだよ。頼む。なんとかしてくれ。どうなっても文句は言わねえから。やっとのことで餌付けに成功したサンドラームが。牧場が、俺の夢が。ありがとう、ハンターさん。終わっちまったもんは仕方ない。スパッと諦めて、次にまた頑張らなきゃな。報酬は送っておくから、ギルドで受け取ってくれよ。お疲れ様でした。見事サンドラームを処理しましたね。報酬は5000メセタです。どうぞお受け取りください。人が襲われる前でよかったな。牧場主さんにはかわいそうだけど。でも、めでとうもない人だから。きっと大丈夫よね。
これ、なんか光ってるけど。あたしわかるわ。変わって、ルビー。へぇ、やるもんな。結構きついプロテクトですけどなんとか、よし。いけます。メインコンピュータのメモリにアクセス。なにこれ。これ、1000年前にパルマから脱出した宇宙船ですって。え、本当？パルマって、1000年前に爆発消滅したっていう。あ、知ってるのね。ああ、アカデミーで聞いたんだ。アルゴル星系第1惑星、パルマ、AW-1284、人工衛星ガイガの衝突により、爆発消滅。今はアステロイドベルトに、その名残を残すのみ。脱出した人たちがいたんだ。メモリーによると、爆発寸前のパルマから、ガロンにて脱出。しかし、爆発の衝撃波で宇宙船は半壊。その後、モタビアの衛星軌道に捕まり、宇宙を漂う、中の人間は皆死亡したが、コンピューターブロックだけは、自己修復機能により維持されてきた、ということらしいです。みんな、死んだ。航路の記録を見ると、千年の間に少しずつ軌道が下がってきて、そして、ついに墜落。じゃ、パルマの人って、やっぱり全滅してしまったのか。いいえ、パルマから脱出した船はこれだけじゃないわ。他にも同じタイプの船が、脱出に抵抗しているみたい。ほとんどはモタビアがデゾリスに降りたんだけど、そのままアルゴル星系が家出ていったものもあるわ。正確な数は、メモリーが壊れていてわからないけど、数十滴ってとこ。この宇宙のどこかに、まだ航海を続けているのか。パルマから脱出した宇宙船が墜落したものだ。ここ、かなり行って巻きだぜ。あんたたちも、ギオの教会を訪ねてきたのかい？なんだなんだ、あのギオとかってのにかぶれた連中は、薄気味悪いったらありゃしねえよ、畜生。ねえあんたー、もうこの巻きから出てかないかい？この町に、ギオって男の教えを広める教会が立ってさ、信者たちがあちこちから集まってくるんだよ。大きい声じゃ言えないけど、迷惑だよなぁ。誰も大人が、ギオ様ギオ様と、情けねえ、他人を崇める前に、自分が崇められるようになろうと思わんのか。北の通路を抜けてきたのかい？じゃあ来る途中、焼かれて廃墟になった町を見たろう。あれ、ギオがやったって話なのよ、もう、あたしゃ怖くって。うちの娘がギオの信者になってしまって、家に帰ってこないんですー。
ジオは、もうすぐこの世の終わりが来ると説いているらしいが、本当かね？死にゆく運命の星ならば、一人の男にかけてみるのも一興というもの。そうではなくて、町の裏手にある酒場、行きつけの店だったのに、最近は入るに入れないよ。ああ、ジオ様。ここは、ジオ様を崇めたてまつる教会。この汚れた木を、破壊の豪華で清め、そこに優良な民だけの理想国家を建設するんですって。なんて素敵なんでしょう、しびれるわ。私たち信者だけは、ジオ様が新しい世界へと導いてくれるのよ。怠惰に生きる愚民どもなど、まさしくジオ様の手で、粛清されて叱るべきですな。我々ジオ様の信者は、選ばれた民なのだぁ。私、ノタビアアカデミーからここへやってきたの、学校の勉強なんてバカらしくって。ジオ様はジオスソートにあって、我らを教え導いてくれるのじゃ、あなありがたや、かたじけなや。ジーよ、ジーよ。ここかなりのすぐ東にそびえるのがジオスソート、我らの象徴、希望の城だ。破壊の後にこそ、新たなる世界を作ることができるのだよ。このモタビアの不条を教えるのは、ジオ様を置いて他にはいない。ああ、ジオ様に栄光あれー。失神しちゃった。怖い。ちょっといいですか？あなたはジオを信じますか？いいえ。では、すぐに同志になりなさい。さもなくば、我らの粛清を受けますぞ。ほほう。こんなところに恩忘れたあい度胸してるぜ、坊主。なんだてめえ、その目は。俺たちを、ジオ様の部下としてのことか、確かに食いぶきには困らねえが。俺の手は確実に汚れていく。これでいいのかな？ジオ様についてりゃ、こうしていい目を見ることができるぜ。普通に酒場をやっていたんですが、ある時ジオの兵士がやってきて、代金はつけにしとけと言ってますが、払っちゃくれないでしょ、とほほ。あら、こんな坊やがお客さんなの、かわいいわね。張り切っちゃおうかしら。なんのこと。結界だ、先には進めない。
お前は。私はジュザ、ジオ様への目通りは叶わんものと思え、この私を倒さん限りはな。あれは誰か囚われている。フレナだわ。助けるんだ。あ、あなた方はライラ・ブラングウェンとその一行だよ。ありがとうございます。あなた方も怪我をなさっておいでですわね。私のせめてものお礼です。あ、力が湧いてくる。メディカルパワーですわ。私はナルバスの管理を司るフレナと申します。じゅー、アンドロイドとは聞いていたが、これほどとはな。人間と変わらないじゃないか。それはそうとフレナ、暴走したシステムにエネルギーを送るの、すぐにやめてくれない。できるの、あんただけなんだろ。私も全システムを凍結させようとしたんですけれど。そこまでな。誰だ、あの声、ジオ。な、なにこれ、すごい、さっき。ジオ、貴様アルギのいない隙に上がり込むか、泥棒猫ども。自分のことを棚にあげてよく言うな。貴様がしてきたことを考えろ。ず、モタビアに、ガイオナス虫けらどもを排除して何が悪い。虫けら、だと。お前だけは許さん。くくくく、それそれ、その顔だよ、私が見たいものは。苦しみにもらえる顔、助けを乞うて怯える顔、怒りに震える顔。いいぞ、もっと怒れ、苦しめ、悲しめ、それこそは、我と、我が王になる神への最高の供物。神だって。なんだこいつ、クソ、行くぞ、みんな。待ってるD。ジオ、わかってんの。暴走したシステムを止めないと。モタビア自体が人の住める星じゃなくなるんだよ、フレナを。生きとし生けるものの絶滅、結構ではないか。生命あるものにしよう、形あるものに破壊を。それこそが我が望み。めちゃくちゃだよそんなの。我が神は、このアルゴルにいかなる生命の存在をも許さない。すべては無にするのだよ。私が、この手で、それをなす。それじゃお前自身もいなくなっちゃうじゃないか。我が神がそれを望むのなら、それは我が望みでもあるのだよ。狂ってる。慣れ事は終わりな。私の邪魔をする者には消えてもらう。我が神の意志に背いた、己が愚かさを呪うがいい。我が唯一にして絶対なる神、ダークファルス様の名。ダークファルス。
ルディ、危な、ライラ。これは、まずいですよ。ここは一旦引きましょう。そう。負けた。そう。ルディ、ダメよ。ネクトでもライラさんの傷が治らない。そんな、ライラ。ルディ、一度、どこかの村に戻った方がいい。畜生。ライラ。これは、わからないよ。どういう症状なのか。一向に良くならないな。ジオ、あいつは今まで戦ってきた相手とは、何か違っていた。何者も受け付けない。足父からに守られていたような、そんな気がしました。くそー、ジオの野郎。でも、フレナは助け出せたんだからナルバスを止めてしまえば。それはダメですわ。だってナルバスはジオスフォートの地下にあるんですもの。というより、ナルバスの上にジオが城を建てたということですけれど、あの結界の下か。やはりジオを倒さねば。す、れい、なら。ライラ、喋っちゃダメだよ。スレイなら、何か、手を知っているはずだよ。ライラさん、私たちでジオをやっつけるからいいのよ。いいかい、今の私らじゃ、どうあがいても勝てない。ジオのマジックバリアを、なんとかしないと。マジックバリア。マジック、そんなもの千年以上前に耐えて久しいはず。あ、スレイ、確かマジックを使ってたよ。フレイリとか。そう、だから、スレイに協力してもらえば、ライラさん、ルディ、スレイさんって。ああ、いけすかないキザ野郎だよ。でも、確かに、悔しいけど、あいつに頼むしかないみたいだな。スレイって確か、ドリンじいさんとどっか行っちゃったんじゃないか。ドリンじいさんなら、ラレアの塔かもしれない。再び、ラレアの塔の門を開けねばならんか、と言ってたからな。ラレアの塔って、俺もよくは知らないんだがな。東のルーサの先の半島にあるらしい。ドリンギーさんは、あそこに大事なものが眠っていると言っていたよ。ルーサなんてどうやって越えるんだ。スレイやドリンギーさんは。そこまでは知らないよ。それこそマジックでも使うんだろ。大丈夫、お任せください。ランドマスターがありますわ。ランドマスター、何それ。ランドマスターがまだ残ってるっていうの。その通り、旧文明の万能装甲車、ランドマスター。あれなら勇者なんて、物の数ではありませんわ。そう、ちょうどここから南の、マシンセンターに行けばあるわず。マシンセンター、そんなのあったっけ？私と来てくださればわかりますわよ。よし、じゃあ急いでまた出発しましょう。ハーンはここに残ってくれないか。そんな。残って、ライラを見ていてほしいんだ。それにハーンには、そこの可愛い彼女もいるしね。しかし。ライラ、きっとスレイを見つけてくるからね。ルディ。ハーン、ライラを頼むよ。うわぁ、びっくりした。さ、遠慮なく入ってくださいな。やめて、ジオの魔力でライラさんの精神力が燃え尽きちゃう。お願い、死なないでライラさん。あなたがここで死んだら、ルディとの約束はどうなっちゃうの？ライフはまだ残っている。ここを耐えればジオに勝てるんだから。次回、ライラ、シス、デュエルスタンバイ。